UT Air は、ロシアのハンティ・マンシースクに、本拠地を置く、航空会社である。ロシア国内以外にもウクライナ、スロバキア、アルメニア、ペルー、インド、南アフリカにも子会社及び拠点を持つ。前身は、1967年2月に設立された、アエロフロートロシア航空のチュメニ総局である。ソビエト連邦が1991年に崩壊した、後。 シュメニアビアトランス航空になり、その後2003年に社名が現在の UT エアーになった。2014年11月、UT エアーは資金難に陥り、再建を支払えなくなった。2015年4月、UT エアーは財政難により保有機材を50機以上減らすと発表した。24機のスホーイスーパージェット100の発注も取り消した。数週間後には、 子会社の地域航空会社 UT Air Express が運航を停止した。2015年12月 UT Air は子会社のレジャー航空会社 Azul Air をトルコの観光会社 a ネ e x Tourism Group に売却した。2017年10月31日 UT Air はブランド変更を行い社名を u t e ル Aviation から u t e ルに変更すると発表した。 2020年4月から5月初めまで UT Air は COVID-19 の感染の拡大に伴う検疫措置で搭乗できなかった乗客の航空券の払い戻しを拒否した。現在 UT Air に対する集団訴訟が進行している。ATR-42 国連人道支援航空サービスのために運行される737から500その他にもヘリコプターを保有している。 ありがとうございます。